黒石の人たち、太宰治。津軽に疎開中、黒石町に一度遊びに行ったことがあります。黒石民法の中村さんのところへ遊びに行ったのです。中村さんは島ズボンを履いていました。いつもはにかんで赤面し、微笑していました。頭のいい人は大抵 こんな表情をしているものです中村さんは私に字を書かせました。そして私の書いているのを旗で見ていながら、この間、バツバツさんにも書いてもらったが、あの人はうまかったと言いかけ、ご自身一人でひどく狼狽していました。私の字には痛く失望なさったらしいのですが、無理もないんです。 黒石民放社の主筆の福士さんは、黒石の詩人や作家たちを私に紹介してくださいました。私のワイシャツの袖口のボタンなど外れていると、福士さんはそれを気にして無言で直してくれるのでした。私も安心して黙って福士さんに直してもらい、まるで私は福士さんにとって中風のおじいさんのようでした。 北山さんという詩人は、雪の夜道を私と2人で歩いて、北山さんはその夜、特に新しい軍歌を履いて、私に歓迎の心意気のほどを見せてくれたのですが、新しい軍歌は雪に滑って、北山さんは何度も何度も転びました。北山さんは一升瓶を持参していたので、私は北山さんの転ぶたびにひやりとしました。 また、津島さんという詩人は、私を黒石の隣村に連れて行って、座談会を開きましたが、村の人は坊主のお説教と間違ったのか、じいさんばあさんがたくさん集まったのには並行しました。そのうちに村の若者の一人が私を無視して、ご自分で演説を始め、はだ座がしらけ、津島さんはその若者に演説をやめさせようとして、 大苦心の体でした。そこを引き上げて、私たち二人は、その村のお医者さんのところへ行き、お酒を飲んでもちっとも息が上がりませんでした。実に、惨めな座談会でした。また、黒石の近くの別の村の村長さんで、神さんというおじいさんがあって、この人は、津島の御茶はまだまだ物になっておらん。勉強しろ。こら。 バカ者目がと言ってやたらと私を叱るのです。叱られて嬉しい思いがしました。今は仕事に追われてゆっくり書けませんが、今度また機会を見て何か書かせていただきます。